こんにちは、カオルです。今日は上東駅から、電車に乗って駅まで行って、美味しい和菓子屋さん北爪さんに和菓子を買いに行ってきます。今日は、乗る電車がクリスマスバージョンの電車なんで楽しみにしています。では行ってきます。今日何色？何分ぐらいで行けるのかな。多分歩くと5分ぐらい、ゆっくり行けば5分、早歩きで3分ぐらい、5分ぐらいかかるよね。じゃあ行ってきますね。和菓子屋さんに着きました。ここが、北爪さんといって、駅では有名な和菓子屋さんです。じゃあ中に入ってみます。はい、じゃあ中入ってきました。今日はどんなものがあるでしょうか。酒まんじゅうと黒蜜まんじゅうと、あとは大福、豆大福ですね、それと田舎まんじゅうと、あとはお団子が1、2、3種類、あ、ずんだも入れて4種類あります。こういつもね、私あの黒糖まんじゅう買うんですよ。美味しいね。大好きなんですけど、私もおはぎを一回冷やして冷蔵庫で、それをつい、ね、あとお彼岸とかお盆に親戚の人にあげるとすごい喜ぶんで。ありがとうございます。今日はお赤飯もあります。美味しいお赤飯、ね、かりんとうとかもあります、かりんとうもあるの、はい、昔懐かしい。この酒間を我慢できなくて車の中で食べちゃうことがよくあります。あ、お家まで待ってない。待てられない。北爪さんも創業どのぐらいなんですか。20年ちょっとです。じゃあご主人の代からですか。ご主人のお父さんの代から。ね、すごい美味しいんですよね。なんでもね。あとやっぱりね、値段がね、なんだろう、美味しいのに値段が、なんかつい買えちゃう値段でっていうのはすごくありがたい。ありがとうございます。なんか一押しってあります。一押しはあのみたらしと酒まんじゅうとか黒蜜まんじゅうです。あとかおちゃん1月から始まる、あ、いちご大福、ね、もうこれが美味しいんだよね。いつも買ってきてもらうから初めてなんですよ、車。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ今日はみたらし団子、あの5本入りだっけ、はい、それとあの私海苔も好きなので海苔もご賞味ください。はい、ありがとうございます。あと黒糖まんじゅう、黒糖まんじゅうは10個ください。はい、それとあれかね、酒まんじゅう。酒まんじゅうね、酒まんじゅうが美味しそう。粒なんだ、ね、珍しいですよね。あ、そうです、私ね、粒あんの方が好きなんですよ。だけど黒糖まんじゅうってあのこしあんでしょ。そうですね、それでも美味しいなと思って。じゃあ、美味しそう、いいんだよ。じゃあ黒糖まんじゅうが10個で、酒まんじゅうがちょっと出てるだけしか見せなくてしまって、酒まんじゅうは何個ありますか。酒まんじゅうは12、13、14、15、18個。じゃあ酒まんじゅう10個にしようかな。でさ、黒糖はじゃああるだけで、はい、
皆さんどうですか、こんなに買っちゃったんですよ。あのお饅頭とかは私みんな冷凍しといて自分の好きな時に食べてます。本当に美味しい和菓子屋さんなのでぜひ来てください、このチャンネル、よかったらグッドで、登録よろしくお願いします。カオルでした。